で初日12レース特別選抜予選1着でなりました長崎の長崎選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は短期の競争になりましたけども、作戦としてはどういう作戦だったでしょうか。そうですね、もう並びをしっかり見て、その後も自分は多分もう前が取れなかったら絶対後ろになると思ったので、あとは見ながらでした。清水選手にまず正木選手と一緒についていって、その後は脇本選手についていく形になりましたけれども、道中はどのような感じで考えられてましたでしょうか。そうですね、出す感じかなと思ったんですけど、突っ張ってたのでもう自分は降りて、あとはもう見ながらでした。足を溜めていく感じですね。そうですね、はい。とにかくあたりでまくってて、ものすごいまくりでしたけども、状態としては上向きですかね。そうですね、自分の状態はいいと思います。ただ今日はもう展開を周りが作って、自分は疲れたところを行ったって感じだったので、はい、明日はちょっと頑張らないといけないです。明日の番組も、もう見られましたか。見ました、はい。山田さんと一緒だと思いますけども、はい、どうされますでしょうか。そうですね、はい、しっかり前で僕は自力で頑張ります。わかりました、はい。ではこの後準決勝、その後に向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。また明日1着目指して頑張ります。応援お願いします。